皆さんこんにちは。シンガーのさやです。シンガーさやの3分間エコノミクス第29回。今回のテーマは、貨幣上数です。前回と前々回、日本銀行や一般の銀行がお金を発行しても、インフレ率が上がるとは限らない。理由は、インフレ率は財やサービスの購入が増加しなければ上昇しない。実際、 第二次安倍政権発足以降の日本はマネタリーベースは526兆円マネーストックが327兆円増えたにもかかわらずインフレ率はマイナスで推移しているという事実をご紹介いたしました。それにしてもデフレ化のプロセスを見ればデフレ脱却のためには総需要を増やさなければならない。 誰かが財やサービスの購入を増やさなければならないことが簡単に理解できるはずなのですがなぜ多くの人はデフレは貨幣現象である貨幣量を増やせばデフレから脱却できると信じ込んでしまったのでしょうか理由は貨幣感を間違えているためですお金が「物」であると認識していると貨幣量には「 限界があると思い込んでしまいます。限界がある貨幣が、こちらは確かに量的な限界がある財やサービスと交換されている。しかも存在するお金は必ず財やサービスの購入に向かうという前提が成立しているならば、貨幣量を財やサービスの量に対して大きくすれば物価は上昇することになりますよね。でも実際にはお金は物ではありません。 しかも誰かが借り入れることで貨幣量は増える。さらに日本銀行が発行する日銀当座預金というお金は私たちが使えないお金。さらにさらにお金が使われたとしても財でもサービスでもない土地や株式、為替、ビットコインなどの購入に向かうとインフレ率は上昇しない。 改めて説明されれば誰にでも理解できるはずなのですがこれがなかなか広まらない結果的に日銀が貨幣量を増やせばインフレ率が上昇しデフレから脱却できるという神話が政治家や国民に共有されてしまったしかもあきれる話ですが経済学者たちまでもが真顔で日銀が貨幣量を増やせばインフレになる。 と吹聴調していたわけです人類ってバカですよね現実には日銀がマネタリーベースを増やしたところでマネーストックが増えるとは限らない図はマネーストックがマネタリーベースの何倍になるのかを示した貨幣乗数ですが2013年以降 日銀がマネタリーベースを増やしてもそれほどマネーストックが増えないため貨幣上数がだんだん下がっていきついに2倍を割り込んでししままいました。その上マネーストックが増えたとしても投資や消費が増えるとは限らない財やサービスではなく資産の購入に回ってしまうとインフレ率は上昇しない2013年以降の日本の社会実験は お金の量を増やしたところでデフレから脱却できるとは限らないというよくよく考えてみれば当たり前の事実を証明したのでしたならばどうすればいいのでしょうかというわけで次回は日銀当座預金の所得化です